このビデオ録画できんかったけど、なんかできるな。今5秒。ライブ配信ね、1日10時間配信して1ヶ月目に、ね、450万ぐらい稼いだらしいですわ。このことを言うだけでも聞くだけでも大丈夫。ほんで、俺もね、ライブ配信の本買ってね、本見てね、内容は目指せば言わんけど。ほんで、スイッチ入りましたわ。ほんで、今ね、風呂行こうか、ライブ配信のスイッチ入れるかで、まあ、ライブ配信はフライって書かれてもいいけど、ちょっと迷い中。ほんで、本のね、あれしますわ。本の説明じゃない。本の紹介。それでね、俺、AV 会社も考えとんだけどもね。ほんで、アダルトトークをつまんだよ、ついでに教えるわ。カップルでね、2億5千万稼いのアダルトトーク、ハムスター。やるでも彼女おらんかったらダメね。俺もだから女探してんだけども、だからライブ配信の方が先になってね。ほいでね、一つ思うことね、例えばライブ配信やるでもね、いろんな SNS で集める方法とか、ノウハウは25年のうち蓄積しとるからね、それなかったら、やらんだよね。多分、2、3人しかぐらいしか集まらんだよね。やめますわ。で、10時間はね、なんとか、福岡みなみって言うてもったけど、喋るな。福岡みなみがね、さんが、10時間ずつやったらしいですわ。ほいでね、一つ思うこと。その人ね、会社も行かんでね、彼でタレントが貯めとったのが大したもん。それ1日10時間配信するってこと、例えば福祉の仕事しとる人、工場とかね、そういう人はできないでしょ。8時、6時頃出勤して帰りが8時頃だからできないでしょ。帰って4時間もそんなもん、する気もないわね。子供くんじゃ、でも仕事をしながら、NEC かなんか勤めとって、で、転売の、上昇剤作って販売したんだけどね、ノウハウ入ってるでしょ。何を言いたいか。だからそうそう。だから AV 会社ね、一つ思うけど、皆さんコメントはいいけどね、俺思うけどね、AV 名の面接あるでしょ。で、AV 来てね、匂い嗅いでペロペロしたら、あれ、捕まるのかな？デリヘルはね、デリヘルの面接してペロペロして、なんか、あそこ触ったり、なんか、乳もんだりさ、それは違反らしいけど、AV の場合、ええんかな？ちょっと聞いてみよう、誰かに。ほいで、多分、それはせんでもね、どっちみち、経営したら、今日からスタートで、はい、多分、10人させようが、1000人させようが、こっちの自由やからね。そういう話でした。の変だったな。まあ、給料は、ほいで、本当かな？ Google で、なんか、月々200万円で使えなくなりますよ、とか。今頃詐欺が身についたね、さっき Facebook のなんか開いたらね、新生銀行、わしの銀行開いたらね、これ詐欺だという。今頃詐欺が身についたね。ほんで、要は赤軍派が、なんつうかな、刑務所、もう20年か50万円、刑務所ずっと入って、刑務所で死んだってバカじゃないのね。日本の1億人にね、100万の警察に、ロケットあるようなとこに、赤軍派が戦ったってピストル5、6丁で、かなうわけないよね。戦車で無事って終わり。まあ、そのくだらん話がいいか、くだらんことないけど、あれもバカ、セクハン。あれと一緒。朝原祥子のね、お医者さんになったけど、そこに入信したと、バカバカし。おいで、もう一つ話題がね、近所のトラブルで耳が、両耳切られたらしいです、おばちゃん。ほいで、一人助かったね、72ぐらいのおっさん。能登の。あれも大変やね、人生終わってもうた。ほいで、ことわざってね、バカが生まれたら火事になるより怖いってことわざあるんですわ。それ、ことわざじゃないけど、バカが生まれたら、バカってね、ほんとね、AV 会社が入るのにそっち。俺、親の年金もらわないでホームレスやっとったけど、3万5千円ね、毎月。すげちゃん、休むよね。ほいでね、なんだかな、一人ホームレス訪ねてきたんですわ。6万字の。ほいで、合計算で1000万ずつ何べんも言うけどもらってね。それ NTT、バカ息子、ほんとバカ息子、あんなもん見たことない。動作遅いしね。これで苦労してないからね、堺から泉大津まで自転車こかしてブリブリ言うてね、こんな偉いことさせてもらってて。ほいで、その子をね、勤めるもんね、呼び込みとかね、変わってるでしょ。テレフォンクラブのあれとかね、ホストクラブももちろんって、落ちたけどね。で、ホストクラブもだから、その子とにかくセルシオ買うてね、センチュリー買うて800万。松田聖子の、おかけして、ダブルのセブンして、単車3台と引っ越し3回ぐらいして、それでそのセルシオスターレットとか言って、はい、ホームレス10年、10年よ、この寒い時外通ってね。それでパチンコ屋になんか10時か15分入ってるけど、ボケやし、いつ注意されるやろね。ただ10年経ちました。もう一人おったら、なんか
これもアホ。420万円鉄骨で盗まれたんですよね。それもホームレスの人だ。自転車カタカチじゃない。もう一人ね、施政人みたいなのどこも、兄弟も、なんもない支援施設とか出てきたのか、一人公園におったんです。かわいい子。そしたら俺の近く来てホームレスになってね。で最後ね、道路、公団がここどけてくれて、道変えるからって、松屋にいるうちに下をったの。でその途中で、ちょっと変わったんですよ。仕事もできないよね。仕事早いんだけどね。どっかおるか教えやって言ったら、なんで教えんねんかんだ。だからそういう性格。その子は死んだ。この、今言うた3人も死んだ。ピタッとそれでね、420万の金盗まれたおっさんいなくなってね。あれ、コンビニの残飯品、もう一人おった10年生死が、なんかタンパクとかね、俺がね、ホームレスの親の年金のもらわないでやっとったら、近所の30メートルぐらいの左にね、テッドじゃない、ビニールシートみたいなのあったんです、草の陰に。そこに出てきた。それ10年生死らしいですわ。それともう一つ面白いんですよね。最初、ホームレスになった時にね、あれはお遊びひどいからね。毎月5万で、宿が成功40万で、聞いとるから、皆さん。それで、なんとかね、いい時もある、悪い時もあるとおさん寄ってきてね。ほんで、俺も一生懸命、明日金、年金もらったからね、年金もらってないけどね。家建ってるとカチンカチン夜の10時ごろしよったらね、明日仕事やけやめてくれんかいって、金持ちもポトッと落としてね。まあそういう、もう一人だったら3万円便所に行って、どっかバッグそこに置いて取られたらバカちゃうの。その子刃物持ってたからね、気持ち悪いからね、もう、こっち気が。だから10年、だから AV13 年間何もなしに、喧嘩もなしに、それがね、最初校に入ってた時にね、90ぐらい見えたおさん、血糖値ね、500あったんですよ。そのおさんね、最初会った時69、それを72ぐらいに言ったんです。引き換え目に90と思ったから。で、次の日にね、ハゲーって言い出したら、俺、そのおさん、途中だからな、俺、喧嘩強いからな。あれ、ボロク道やったけどね。で、次の日ね、階段ね、いつもうろうろすることないから、もう立って階段に、タバコ入り口ですって。急げるんです。それで、なんてかな。上がってくるときやかましい言うてんの。カチ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 言うの。言ったのかなと思ったけど、やめた。それとね、私の隣の部屋にね、それで生き抜いてるんですよ。補助されたと悪い。その辺にオペラ歌ってるの、これも珍しいけどね。これなんか思うんだよ。1億分の1、オペラ歌ってるから。ここすいません。やめてくれませんか。2回目でくれ。3回目どつき出してね。4回目からカラオケ行ってやれやつ言って、また歌ってから。今度は本当どつくぞ言って。だ、それがね、新必死やから、ドアどっついてる。だこれと一緒、6万円返せやち、上の人やと思ったら、ダーン、ダーン、3時頃、誰も出ない。6万返せや、6万返せや、ダーン、だけや、だけや。すごいな。ほんで、俺も必死になったから、ダン、ダン。ほいで、出て、ほいでね、それが8時頃。で、夜の12時頃、1時頃来てね、こう、って、あれ包丁持ってたかわからんけど、一応気持ち悪いけど、開けてね、すいませんでしたって、石鹸とみかんみたいな、石鹸と石鹸くれてね。そっからやめた。ほいで、なんとかな、コロナでもいいですし、映画館の操縦かなんかね、係員。いなくなった。ほいで、次の男がまたやかましいね、入ってきたのが、ダーン、ダーン、それも言ったろかと思ったけどね、やかましいのに、ね、って言ったろと思ったけど。ほいで、女の人ってひどいね、わしは、人は知らんよ。スナックでね、こんな話もあったで、ね。なんか、全然知らんやつが二人入ってきてね、なんか女の子にちょっといじめてったらしいで、ね。この中のスナックの、同級生で。それがなんか勝ちに来てね、なんか今度、四五日して行ってまた来たからね、また喋り言ったのに、やかましいだよね。ストレスもあって、ね、やかましいって言ったのね。それ俺も勝ち気やからね、小松城が止めてくれたけど、殴る気がなかったみたいな、おとなしい。ほんで、幸子って来たって思ってね、その子に言ったの、今度来たらこう、やったるわ、言って。だから、あれも危ないんです。だから、西口って言ってね、それ、おったでしょ。スナックの3人ぐらい殺したやつ。このようにですわ、皆さん真似しちゃダメよ。なぜかな、スナックを貸し切りするか、今もう30分ぐらいしてくるから、電話が入ってくるから、人が入らないようにロックしてくるんですよ。カチャッしたらね、ブスブスブスって来て金取るんですわ。それ3人。ほいで、なんか平野家とかで捕まった。あ、びこか。何を言いたいかというと、結論は AV 会社が入るようになりそうな、ちょことですわ。AV 会社が廃業になりそうなっていうことは、あ、そうそう、俺考えながらしようと思ったのね。あ、外人もええな。で、ついたも一緒だけど、外人がええな。それでね、そうそうそう、その女一人行ったらね、1億ぐらい稼げるんですわ。
言ったでしょ、さっき。もう、ついでに言うわ。カップルで、なんとかこんとかがね、名前が出さないけど、2億5000万稼いだんですよ。2年で。最初100、300万、400万。で、最高月収が4500万。計算したらわかるでしょ ?2 年で。だから俺もそれやる予定、それを10組やる予定と、白人国、それがね、頭にね、昔、なんかね、坂井東で出れるとイタリアの子出てきたんですよ。で、俺もこういう性格やからね、うちで働かなかったとか言って、うちのアパート暮らしたんですよ。3人来た。それがね、1人ね、白人のブラジル人が来てね、1メートル68ぐらいの。1人ブサイクと、そのイタリアのブサイク、それ結婚したやつだな。だからそのイタリアに残ったかさ、頭。イタリアの、ね、ブラジル。だからああいう子を集めてね。ほいで、要は詐欺とかね、少年が SNS で、会おうっつったら、少年が3人出てきて、ボコボコされて、8万枚奪われて、なんとかな、スマホ奪われたとか、あれ貧乏人なんですわ。だからそれも怖いけどね、だから、女性いればなんか、来るんやったらあれと思う、カメラあれと、どっかで撮っとると詐欺言わんなんか。お前らもしも出てくるんやったらカメラもそこ撮っとんのって人回しとんだとして。望遠で。だからこの世の中はややこしい。それとあれやね。よう喋るな。俺7個買ってね、皆さんも一緒やけど、1個かも買おう、1個かもポイント通行しないけど、通行らしい。1個かもね、もっとった方がいいさ。今ね、4000円の3万5000円借りてね。いろいろ正月外で歩いて。それで、俺は興味くみたいな性格は。ほいでね、今ね、2000円ぐらいさ、現金が。ほいで、7個に1800円入って、ヨーロッパスが1800円ね。2000円やったから。ほいで、1個か